8月の青空に今もこだまするのは若き詩人の叫び、遠き被爆者の声、あなたに感じました。手のひらのぬくもりが人の悔し涙が生き続ける苦しみが私の国と他の国の青い大地の上に同じ生を得たのに、広島のある国でしなければならないことは、広島の海で、せーの、広島のある国でしなければならないことは、しなければならないことは、灯る戦の火種を、灯る戦の火種を消すことだろう、消すことだろう。どうもありがとうございます。この